生きてれば崩れてしまうことがあって、どんなにあがいてもそれを受け入れるしかない。それが生きてるってことであって。Thank you.
この鍵はあの人の思い出を開けてくれたの。あなたにお話を聞いてもらっているうちに、あの頃の私が蘇ってきたみたいだった。今度はきっと会えますね、あの人に。どうでしょう、でもどっちでもいいのかもしれない。だって私、お前にこれあげるよ、これ。